信州の山から生まれる清冽な流れはやがて海へと注ぎます。海のない長野県もさまざまな形で海とつながっています。この番組は長野県と海を結ぶ活動をご紹介します。慣れない手つきで野菜を切る子どもたち。7月、長野市で子どもたちの料理教室が開かれました。これは食育体験教室コラボの料理教室。食を通じて子どもたちの生きる力を育もうとさまざまな活動をしています。小さな時から自分の地域を知ったりとか、旬のお野菜とか信州は美味しいじゃないですか。そういうことを知りながら地域も好きになって、自分でその生きる力をつけるためにいろんなことにチャレンジしてやっていく活動を主に行っているんです。この日、子どもたちに知ってもらいたい信州ならではの海の食材がありました。塩丸イカです。そのまま口にしてみると、まだ冷蔵技術がなかった時代、塩漬けで保存が効く塩丸イカは信州で食べられる貴重な海産物でした。そうした信州の食文化を学びながら、子どもたちは塩丸イカときゅうりの和え物を作りました。このほか、ナスとチーズのオーブン焼きやトマトやきゅうりなど夏野菜が入った冷や汁など力作ができました。自分たちで作った料理の味を確かめます。塩丸イカは初めてという子どももいましたが、みんな美味しそうに平らげました。楽しかった。昔の人がそういう風に知恵を使って運んできたんだなっていうことが分かりました。最後は海の紙芝居を楽しみました。信州と海、食を通じて古くからのつながりを感じました。海と日本。